上最強の占い師軍団、最初に占うのは渋谷のパパことアミンコヒ。占い歴30年、世界最古のペルシャ占星術を現代によみがえらせた男。彼のタロット占いを日本の政財界の重鎮、世界の指導者までが頼りとし、去年は彼の故郷アフガニスタンのカルザイ大統領に招かれ、その凄まじいまでの力を発揮したという。2007年に健康のメッセージ与えたいです。ペルシャ占星術アミンコヒが占う2007健康運。はあ、ということですごい人だったんです ね。アミさん一度出ていただきましたが、アフガニスタンに呼ばれて行ったんですか。アフガニスタンからいらっしゃってきた。あ、いらっしゃってきた。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします、ね。お願いします。はい、さあ、アミンさんにはですね、2007年の健康運を占っていただきました。うん、こちらにそのランキングボードがあるわけなんですけれども、はい、さあでは1位と12位は後ほど発表させていただくということで、はい、まずは11位から参りたいと思います。はい、はい、あの11位は。さあ、それでは参りましょう。2007年健康運第11位は、緊張の、じゃん、2月生まれということで。河合さんと阿部さんが11位ということになります。いらっしゃったっていう。彼だな。毎年河合さんなんか健康がちょっとね、健康がちょっと変わってますよね。一応ね、血液関係の病気が気になる年と。血液って一番体を循環する。怖いですね。いいよ。一番大事な。もうギターさん笑いが止まんなくなっちゃってますけど。もうなんかがっかりじゃん。まさかここで出るとはね。また期待できませんね。ダメですか、小泉さん。それ難しい。運動した方がいいです、血液。運動した方がいいですか。そう、運動した方がいいです。運動、週に1日くらい。そう、運動だ。もうちょっとした方がいいです。歩いたり。歩いたり。自転車とも。自転車とも歩いた方がいいかもしれない。やっぱりちょっと、年取るとさ、運動しなくなってくると余計悪いんだよね。そうなんですね。さあ、では、続きまして、第10位でございます。10位はこちら。変更する気になるね。9月生まれということで。9月、誰が。はい、スタッフいますか。スタッフいますね。有名人ですと岸谷五郎さんとか東山紀之さん、そして大塚愛さんといった方々が9月生まれなんですけれどもね。はい、肩こり。いや、今年がね、特別関節、肩こりそのものが出るやすいから、たまに温泉行った方がいいかな。温泉でもいいし、マッサージしてもらってもいいし、マッサージしてもらってもいいし、スタッフ休んで温泉行っていただきましょうかね。疲れ気味っぽいもんね、9月生まれのスタッフはね。さあ、ということでね、健康運の11位が2月生まれ、そして 10位が9月生まれということでした。ぜひともお気をつけください。さあ、それでは続いての占い参りましょう。こちらです。今年の運勢ランキング9位から4位、いよいよ発表したいと思います。VTR です、どうぞ。2007開運占い、健康運、愛情運、金運の9位から4位をまとめて発表。まずは生活の基盤、健康運。3月生まれ、心配事が増えて精神的に不安定な1年になりそう。できるだけ明るく過ごして健康をキープいたしましょう。健康俺も出ちゃってんだ。7月生まれ、内臓系のトラブルに要注意の年。不調を感じたら我慢しないですぐ病院に行くのが吉。10月生まれ、膵臓や肝臓が弱くなりやすい年。脂っこいものやお酒をできるだけ控えるようにいたしましょう。酒飲みすぎだ、イモちゃん。注意しなきゃ。11月生まれ、性生活の影響で腰を痛めてしまう恐れのある年。自分をコントロールして健康を維持しましょう。性生活腰を痛めてる。第5位1月生まれ、喜怒哀楽が激しい年。一度落ち込むと長引いてしまう恐れが。そういう時こそ友達を頼ってみるといいかも。8月生まれ、太りやすい年。心臓の周りにも脂肪が固まりやすい傾向が。なかなか実行できなかったダイエットをしてみては。でも今年はだ
から出会いの年みたいですよ。今年は結婚が多いと思いますけど。結婚多いですか、うん、中村はどうですか、結婚。中村結婚が結婚多いですね。中村さんよりも、ね、中村さんよりも全体の話したいからね、はい、全体の話だと、あとで今まで片思いがあって 2,3 年前から今年の思いになりやすいの、その人たちは焦って結婚するの、はい、今年はそのね、はい、あのルー思いはなる年ですからね、両思いになる年、うん、その意味で結婚も多くなるし、今年はくっつくにはいい年だってことですか。くっつくにはいい年で、ね、そう皆さんもね、はい、もし片思いがあったらね、はい、今年は必ず勝つますよ、はい、と思って片思いっていうことになってるじゃないですか。なんか知らないけど、あった場合、あった場合、あった場合は一番いいですよ、ね、と思う。わかりました。普通はですね、やっぱりあのその式っていうね、いつ死ぬかについては、まあ、あの語らないっていうのがね、うん、占い師のまあ常識になってますよね。でも惜しくない。どうなんだ、ね、1万円も取られたって、しかも。いや私のね、大金本当に見たら、自分が占い師だけど、占い師の悪い口言わないよ。うん、しかし、女性の占いがその、あの40代、50代から始まってる人たちの方が 50% おかしな人たちが多い、精神病の体験があって入院したり何かしたり、それでは史上最強の占い軍団が占いました2007年のランキング、残り上位を発表してまいります、はい、まずはアミンさんが占いました健康運の第3位、参った参った、じゃん、5月までやったー、いやいやいや、ただし喉の痛みが出るということでね、はい、私しっかりやりたいと思います、はい、さあそして第2位参ります、第2位はじゃん、4月生まれでございます、おやっと出た、来ましたよ、四つ星さんがいいな、第2位でございます、健康運、わあすごいすごい、はい、だ体調万全な年なんで、うん、体調がいい、やっぱいい年、いいじゃないですか今年じゃあ、四つ星さんね、ありがたいですね、なんとか精神的に疲れることが、あ、何ですか、また今年、まだ、ね、お休み必要だとか、休みが必要ってことだよ、なんだ精神的に、あんま休むの好きじゃないんですよ、これぐらいの年って休みたくないんだよね、止まっちゃいけないっていうね、忙しくて不安になっちゃう、止まれないっていう、さあではいよいよ1位と12位を発表していきたいと思います、はい、出てない人いる、まだ言ってましたね、大体出た、数全部出た、僕も出てますね、はい、出てますね、さあでは行きましょう、はい、まずは健康運の第1位でございます、はい、健康運第1位は12月生まれ絶好調の大転換期ということで、はい、タイガーウッズさん頑張ってください、はい、タイガーウッズさん健康第1位ですから、大事ですから、タイガーウッズさん、はい、さあでは気になります第12位、健康運の第12位は、はい、6月生まれ、私出てなかったんだ、はい、出てないことに気づいてなかったという、え、何ですか、これ何ですか、健康運です、健康運、はい、アミンさんに、アミンさんこれ、いや、いや皆さんがね、あの前のあのスカレの話いっぱい出てたけどね、はい、そう、あの寝不足にならないようにね、あ、寝不足ですね、うん、いつもね、うん、寝不足ですね、うん、寝不足にならないように、それは病気しやすい、睡眠をじゃたくさん取った方がいいと、そうですね、そちらで寝不足にならないように、ああちょっとショック、今年1年は健康に気をつけたけど飲みすぎ注意、そうですね、でよく寝ていっぱい、よく寝て、はい、わかりました、ありがとうございます、はい。